BPM60 ぐらいの8ビートなど遅めの曲のタイムキープが安定しません。何か良い練習方法があれば教えてください。めっちゃ遅いテンポのリズムキープが安定しない時っていうのは拍の頭だけをもしかしたら狙ってる時かもしれないですね。だから例えばこのテンポがすごい 60bpm になるとこの1拍と1拍の間がものすごくこう広くなるんですね。だから例えばテンポ60でこう流してみるとしたら1 2 3 4、ここにめがけてこのリズムを叩こうとするとこう1 2 3、なんかどこやどこやっていうのがこう出てくるので、この間ノートをイメージするのがゆっくりなテンポを練習するときに、まあ、大事なことかなと思うんですね。なのでこの一拍に対してガイドを増やしてこういう形にしてみますね。このこういう感じ。1 E enter 2 E enter 3 E enter 4 E enter 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 1 E っていう感じにするとそんなに遅く感じないと思うんですね。そうで、ある程度それで取れたらそのガイドを減らして1 and 2 and 3 and 4 and にしてみるみたいな。1 and 2 and 3 and 4 and このままこれでも1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1ガイドが減っても元々のは E エンダー、この4つの音をイメージできるようになるとこのガイドが、まあ、さらに最初の1拍だけになっても1 E エンダー2 E エンダー3音がイメージできてるとこの1 E エンダー2 E エンダー3 E エンダー4 E エンダー1みたいな感じでゆっくりなテンポでも、まあ、確実に取れるようになってくると思うので、まあ、クリックのガイドをちょっと頑張って使ってみてこのまあ、1、2、3、4だけじゃなく、その間の音をイメージできるといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで。